はい、かけた。いやー、こいつの捕獲はまだ今の戦力じゃ無理なのかもしれない。え、ま、え、捕まえなかったらずっとここにいてくれるよね、こいつ。ちょっとまた強くなったら来よう。こいつは、あれ棒だ。これ知ってるよ、これ。あ、なんか、新キャラになるのよ、進化して。いや、進化してて。ま、カルボーの時点で新キャラなんだろうけど、あの、なんか、何？スカーレットとバイオレットで別の進化する。なんか、騎士みたいになるやつ。かっこいいやつだ。これは捕獲するしかない。さあ、眠りゴナも入れて。HP 赤色だし、眠ってるし、これは捕まえれるでしょう。うん。はい、オッケー、捕まえました。ナイス。さあ、カルボー。イントネーションが合ってるかわかんないけど。うん。新キャラですね。この子、いつ進化するんだろう。なんか、多分ちょっと特殊な感じな進化な気がするから。まだ先かもしんないけど。さあ、トレーナーがいますね。仕掛けていきましょう。この辺ね、ピザの配達。ピザの配達？こんなとこでピザ配達する、頼むやついないだろう。めちゃくちゃ草むら。さあ、カモメ対ベルカモ。カモ同士の戦いが始まった。カモ同士ではないか。カモメってカモ？違うか。さあ、いやー、混乱させられた。はい、ということで、翼で撃つ2回当たって、まぁ、あ、混乱してたけどね、問題なく倒しましたというところで、ね。さあ、戦闘終了しました。さあ、誰噛みつくを覚える。噛みつくを覚えます。カモだね、カモ。ペスリスリ。穴を掘るでもいいな。穴を掘るんですよ、とりあえず。属性全然関係ないし。さあ、とりあえず噛みつく覚えました。噛みつくも別にあれか、でも属性関係ないか。関係ないよ。あ、それ違い、人違い。あ、そこね、人違いというか、多分迷ってるよ、あなた。こんなとこで。なに。さあ、親パモの様子が、ということで。さあ、パモが進化しますね。パモの進化した姿、知らないぞ、僕。あ、いいじゃん、パモ、進化しても可愛いじゃん、パモと。なるほどね。ぬいぐるみ系、なんか。パモのリュックとかでそう。かわいい系だ。うん。かも、かもったの。うん。よし。突っ張り覚えるらしい。突っ張り。なるほど。さっき残したほっぺスリスリが突っ張りに変わりますかね。うん。さあ、どうしよう。噛みつく。うん。ほっぺスリスリだな。はい。1、2のポカン。はい。突っ張り覚えました。そんなわけで、ちょっとね、迷子になりすぎてて、なんかいろいろ。僕も捕まえたり、倒したりしてる間に、だいぶ体力も減ったので、まあ、適当に、ピクニックして、うん。いい感じのサンドイッチ作っていきたいと思いますと。うん。まあ、なんか、ちょっと最初の方ね、ずっとね、捕まえたポケモンとか全部、多分使ってたんだけど、なんかあまりにも今のところちょっと、あまりにも動画進んでなさすぎる気がするから、まあ、なんか、あ、この子は手持ちに入るぞみたいなことかじゃなかったら、そんなにね、なんか捕まえたポケモンとかに、まあ、何動画、カットしたときに、なんだ日本語が怪しい。動画カットするときにね、ポケモン捕まえたとことかね、残さなくてもいいのかな、みたいな、そんな感じになってるので、なんか気づけば図鑑増えてるかもしんないですね。うん。そんな感じで喋りながら、だいぶパンずれましたけど、上のパンだいぶずれたけど、まあなんとかサンドイッチらしきものができたと。うん。いいんじゃないですか？よし。なんか知らんけどみんな満足系なので、多分上のパンずれても問題ないっぽいですね。星3ちゃんと取れたっぽい。うん。完璧だ。まあ、ただ、わかんない。なんか別に、ちゃんと完成してなくても多分回復はするんじゃない ?HP 回復させたかっただけだから僕。うん。まあ。なんか、いい感じです。サンドイッチもできました。さあ。なんか、ポケモンを
ここってうろうろしてたらだいぶ迷子ですけど。うん。さっきのトレーナーの奥、なんか謎の洞窟が見えるんでね、ここも入っていきたいかなと。という感じで、行きましょう。うん。ちょっと、何あれあれドラゴンの子じゃない？なんか、多分強いこいつ。わからんけど、きっと強いこいつ。なんか強そうな顔してるもん。うん。この子も捕まえていきたいところですね。さあ、ローキックの。いいね。一撃でチピアカンまで減らした。完璧。竜の息吹。あ、でも全然食らわない。ダメージはないね。うん。さあ、ボール投げていきましょう。ほい。はい。パッチ。はい、逃げる。ダメだ。やっぱ、あれかな。眠るとか、つけた方がいいかな。眠らせたりとかした方がいいかもしれない。うん。さあ、フォースに変えて催眠術を打っていきましょう。よし、オッケー。催眠術一発でかかったよ。さあ、しっかりと捕獲していこう。はい、勝ち、勝ち。勝ち、ダメですね。なるほど。あー、そして目を覚ました。うん。あー、竜の息吹。あー、これ痛くないから全然大丈夫。うん。さあ、もう一発催眠術。いいね。順調に催眠術かかってくれる。はい。入ってください。どうだ？いける。うん、ダメですね。なんで、HP 赤までやって寝てんの？いやー、すぐ目覚ますし。HP 赤にしてさ、眠らしてんだからさ、さすがにすぐ復活できてきてよくない？なんでそんなに逃げてくるの？出てきちゃうの？ずるい。あ、でもすぐ寝てくれるんだよな。うん。はい、どうだ？ん、ダメ。はい。はい、次のボール。どうだ？逃げた。あー、ダメだー。はい。はい。はい。どうだ？あー、いい？なんか、全然入んないんだけど。手強すぎる。そして目を覚ましちゃった。はい、ダメー。でも、もうちょっと削るか。なんか、さすがにちょっとだけ削ってしまう。あ。よし、縦舐めるとは言え、さすがに、あの体力だと落としてしまうか。やってしまいました。もったいない。あ、でもこっちにいるから、お前でいいや。あいつは、ちょっと、モンゴ耐性強かった。お前はすぐ捕まってくれるって信じてるよ。さあ、催眠術もかけて、しっかり眠っていく。さあどうだ？モンスターボール。お前は1個目で入ってくれるか？あ、入ってくれるんだ。入ってくれちゃった。さっきのやつやっぱ、あいつモンゴ耐性強かったな。なんだそれ。え、なんか、逆に、悲しいな。なんかさっきのやつ何だったんだ。明らかに怪しすぎる何かが立っている。なんだあれは。これは何？黒くてまがまがしい杭が埋まっている。杭を抜きますか？絶対抜いちゃダメなやつじゃん、これ。やばすぎる。何これ。黒くてまがまがしい杭が、やばすぎるね、これは。これはさすがに、さすがに抜いたらまずい。うん。ボロボロと崩れて消えてしまった。なるほどな。何が起こってしまうんだろう。じゃあそんなわけで、洞窟の中でなんかいろいろ戦って捕獲したり捕獲しなかったり失敗したり失敗したけど、体力減ったんで、あ、体力減ったんで、サンドイッチ作っていきたいですが、チーズを落としました。はい。そんな感じで、はい、ということで、まあ、チーズ落としてもみんな喜んじゃうのよ。ミアのオリジナルサンドということでね。まあ、完璧ですと。よしよしよし。まあ、これでみんな体力回復したし、問題ないでしょ。まあ、そういうことなんですよ。まあ、サンドイッチとか、そんなもんですよ。あ？そう、サンドイッチを食べて、技を覚える。ウェルカモが。まあ、そういうことだな、やっぱ。あのサンドイッチには、技を覚えるだけの、それだけの何かがあったということで。アクアカッター。良さそうですね、アクアカッターね。攻撃が高いし、うちは。うん。アクアカッター覚えていきましょう。リオール捕まえ、これあれでしょ、なんだっけ。
なんだっけ、スマブラに出てくるやつになるやつでしょ、きっと。わかるぞ。何もわかんなかったけどわかるぞ。お、エレズンだ、エレズン。こいつかわいいね、エレズン。うん。はい、ということで、捕まえました。かわいいな、こいつ。おや？ということで、なんか、ボスの様子が、ボスの様子がだ。うん。なんか、ということでね、前に多分カットしてるところから、無言でなんか、ポケモン10匹ぐらいは捕まえたし、トレーナーも数人吹っ飛ばしたけど。さあ、ゴースが進化しましたね。うん。なんか次の街をね、目指してね、うろうろしてるんだけどね、だいぶね、無限に道に迷ってる感じ。道に迷ってるというかね、ポケモンに釣られてうろうろしてる感じだね。さあ、ロトロトロトロと、さあ、ゴースとの下りが終わって一瞬も喋るのやめた瞬間。はい、ペパーね。なるほどね。僕、街を目指してたはずなんだけど、いつの間にかペパーの、主のところまで来てたらしい。あ、主の電話がかかって、いや、でもな、主などこ主。あ、結構、近いようで遠いね。うん。でも、主ね。主負けるもんな。なんか、大空の主に怒られて、死んじゃったからな。ちょっと主行くの怖い気持ちあるけり。うん。さあ、こっち悪組のアジト、あ、スターダスト。スターダンのアジトもこっちにあるんだね。うん。なんか、適当に行きます。多分ね、まあ、ジムからかな。なんか面白いトレーナーいんな。なんだ？青春！なんだ？青春ってなんだろう？あなたは答えられる？さあ、ということで、倒しました。青春を考える女、ゆうか。さあ、この気持ちが青春なの？いや、ちょっとわかんないですね。ちょっと何言ってるかわかんない。この気持ちは青春かはわかんないけど、君は思春期だと思う。あ、砂ー！なんだこの男。なんか、オレンジアカデミーの学生、変なこと叫んでる人多いね。なんか全然、なんか、砂ーって感じじゃなかった、今の。喋ってた内容は靴の中に砂が入って、あーなるほどね。自分の靴の中に砂入っちゃって悲しい顔してた人なんだ、ただこの子は。はい、ということで倒しました。負けっすなー。あ、お疲れ様でしたと同じ空気を感じるな、あいつ。なんだ、オレンジアカデミーの学生みんな IQ 一緒か。街が見えてきたような気がする。なんか、絶対、なんか、来るルート間違ったけど、街が見えてきましたね。間違ったけど、街が見えてきました。噛んだからいいや、バイバイ。はい、ということで、街に着きました。カラフシティですね。カラフシティに着きました。お、レイバートポーチだ。なんか新しい、おしゃれなアイテムはあるかい？さあ。なんか、前の街で見たデリバートポーチとはちょっと売ってるものが違いそうだね。うん。スマホロトムのカバーね、買っちゃいますか。うん。水カバーにしました。なんかまあ、シンプルに青かったので。うん。なんだこれ、おしゃれっぽい。おしゃれっぽい。エレベーターがあった。ただそれだけです。街の探索を続けていきましょう。なんだ、なんかすごくおしゃれそうなカバンを売ってるお店があった。ワンランク上のおしゃれ。なるほどね。あ、なんかカバンだけじゃない、いろいろ売ってるけど、あ、なるほど、結構高い、結構高いけど、なるほどね、これか、ワンランク上ね。あー、カバンとか5万円もする、買えないんだけど。なるほど、ブランドショップがあるんだ、こういう、そういうのもあるんだね。なるほど。帽子も1万円以上する。すご。なんかいつかお金が貯まったら来よう、こういうところね。うん。何？街の中にも、あの怪しい杭が埋まってる。抜いてしまうか。何なんだろう、これ。あまりにも怪しい。さあ、杭を抜きますか。さあ、なんか、
いっぱい抜きまくったら何か起きるんだろうね。この1個抜いてもなんか今のところ何も起きてない感じだし。うん。何なんだろうな、これ。とりあえず抜いておきましょう。ボロボロと崩れて消えてしまった。とりあえずね、街の探索も終わったので、ジムの方に行きますか。よし。なんだ?まだジム入ってないのにイベントが始まった。来た方向と違う方向から僕歩いてきて。うおー、遅刻遅刻ー。ちょっと待って、なんかその、女子高生みたいなセリフでおっさん飛び出してった。かけたおっさんが飛び出していっちゃった。あー、行っちゃった。忘れ物までして行っちゃった。なるほど。どなたですか?多分、あれ、ジムリーダーだよね、きっとね。ジムの挑戦者ですか?はい。やっぱり、そうですよね。先ほどの大きなおじさんは、カラフジム、大きなおじさんは、晴れたらちょっぴりお茶目で、なるほど、市場に買い物、おー、財布を忘れていってしまった。なるほどね。財布を届けてくれませんか?やばくないか?初めて会っただけのジムチャレンジャーに、何?財布を渡す?人の財布?しかも人の財布を渡そうとしてるこいつ。この事務員だいぶやべえやつだ。こいつ。ちょっと常識を疑う。なるほど。特別に届けてくれたら事務テストクリア。なるほどね。ありがとう。え、砂漠の向こう。砂漠もさっきまで僕いたよ。さっき。砂漠に。砂漠の向こうに行けって言われました。行きましょう。うん。ああ、ウェルカムもやられた。野生のね、ポケモンね、捕まえながらうろうろしてたら結構手持ちがボロボロになってきた。うん。残りは2体と麻痺になってる1体。うん。あ、とりあえずパモット出して。まあ、ここはね、倒すだけなんで、捕獲済みなんでね、倒していきましょう。よし。さあ、ということで、ここ。レベルアップした。うん。最もレベルアップした。電磁波の代わりに、なんたら、なんかできなくなっちゃった。まあいいや、なるほど。親ポポッコの様子が?ということで、なんだっけ?ポポッコになるときになんか自分で言ってたんだけど忘れちゃった。なんかこの先の進化。とりあえずね、一番上の段階まで進化。さ、わたっこだ。うん。に進化しました。うん。よしよし。何?あと?ああ、いた。さっきの人、町に着く前に町の手前にいたわ。ない。はい。すごい悲しそうな顔してる。ああ、でも、おじさん、面白い顔してるね。面白い顔してるね。悪口かもしんない。面白い、おひげ、面白い、頭。うん。なんてかけがえがないんだい。あれ?財布の話じゃない。財布がない話をしてるのかと思ってたんだけど。一番いかない。なんか、情緒不安定ですか?おじさん。あー、バイバイ。なんかね、あのおじさんの走り方さ、あれっぽい。ファイナルファンタジーのさ、なんか、前に、無言でさ、黙々と動画じゃない、配信しながら黙々とプレイしてたんだけど、FF9 のスタイナーに似てて可愛い。うん。そんなこんなで街に来ました。この街にね。マリナードタウン。マリナードタウンだっけ?なんか、ぽい。マドリードっぽい雰囲気を感じる。名前だけかもしんない。でもなんか、確かパルディアってスペインなんだっけ?モチーフが。なんかそんなんだっけ?ツイッターで見たような、見なかったような気がする。ちょっとまたナインダイしてる。うん。財布がなーい。悲しいね。渡そうとしたんだけどね、走り去っていっちゃったんだよな、おじさん。うん。ああ、では目玉商品が誰かに買われてしまう。ほろり。かわいそうに。大将、落ち着いてください。すぐ一っ走り探してきますから。誰ですか?突然現れたおじさん。おじさん、お兄さん。最大の大将に何か言わない。ただいま取り込み中よ。邪魔するなら誰だろうと、一番弟子の足が許さんが。それとも、忙しい足らに用事があるってのかい?なんですか?用事あります。はい。聞き分けのない子供はちょっと静かになってもらおうか。聞き分けのない大人にはちょっと静かになってもらおうか。さあ。そんなわけでバトルですね。うん。一応ね、ストーリー上のバトルっぽいからね、このバトルはね、まあ、飛ばさずにやっていきますか?あれ?どうだっけ?なんかそんなこと言いながら、
前回のジムテストのバトルめちゃくちゃカットしたような気もします。うん、あんま覚えてませんが、まあいいでしょう。やっていきましょう。さあ、フロージダダナンタの赤ジェット、はい、フローゼル、フローゼルね。うん、おっと、ミリで残った。これ捕獲するんだったらちょうどよかったけど、うん、捕獲、おっと待って、相手の方が早い。電光石火使ったのに相手の方が早かった。なるほどね、そういうこともあるのか。あれも先制技なんだ。なるほどね。さあ、腕っぽを出そうとしてポケモン入れ替えますかと。相性的にはそのままでいいんだけどね、体力減っちゃったからね、どうしようかって感じではあるよね。うん、さあどっちにしましょうか。まあそのまま行きますか。さっきの相手は先制技があったからあれだけど、まあ普通にこっちが先に動ければ相性はいいはずなんで、まあやっていきましょう。うん、さあ、ということで、先生は咲きました。ちゃんとやられました。なるほどね。はい。じゃあ、ポケモン変えましょう。はい、というで、ワタッコということで、さっき進化したワタッコを出して、タネマシンガン撃っていきましょう。ドドドドドッと。ピッチ。ピッチ。もう一発。さらにもう一発来てくれと。あー、終わりかな。うん。さあ、3回当たって。腕っぽは爪研ぎをした。なるほど。そんなことしてる場合じゃないと思うぞ。さあ、もう一回だ。種マシンガン、ベチベチ。よし、オッケー。効果抜群だ。さあ、勝ちました。2体だけでしたね。うん。最大の対象。すいません。なんだこの、若い子は。なんか、きっといいやつなんだろうな、お前。頭は悪そうだが、うん、なんてこった、へそくりまですっからかんだ。お金の話はしていない。あ、いや、へそくりまで僕が奪っちゃったのか。ごめん、なんかごめんやで。いらっしゃ、騒がしいがどうしたんだい。今目の前で起こってたこと完全に気づいてなかったのかい。大将、大将、あんたのために戦ってたのよ、こっちは。二人、実はこの子供が、子供だからじゃないよ。財布をなくして一文なしのオイラになんか、お客さん一体何をだいって。その財布を届けに来たのよ。はい、どうぞ。なぜかね、水知らずの僕にね、財布を渡したバカなね、ジムがいたからね。あいつ首にした方がいいよ、おっちゃん。うん。あいつ多分ね、やばいと思う。うん。なわけで、それじゃ助かった。わざわざありがとうなと。あ、うちの若い衆が迷惑かけて。うん。マリナード名物のセリ。なるほどね、セリをやってるんだね。さあ、よっといで見ておいで、本日ラストの商品だよと。なるほど。さあ、本日の目玉はこちら、応援地方産伝説のワガメ。ないかないか。変わらずともわかる理由が行き届いた。うんたらかんたら、あ、ちょっと、もううんたらかんたらです。はい。そして、ほとばしるうんたらかんたらです。おー、欲しい。なんか、このおじさん、面白いね。あ、いいよ。うん。いい機会だ。オイラの代わりにあの食材を競り落としてくれ。意味がわからんのよね。なるほどね。はい。自分の持ち金と、相談して、うんたらかんたら。軍資金のお小遣いだ。ちゃっかり競り落としてくれよ。なるほど。5万円もらいました。でか、全財産が。ん？何？ 3 倍に膨れ上がった。なるほどね。これ、5万円かけずに落としてしまえば、その分が僕のお小遣いになると、でかいぞ。これはちょっと本気出すしかない。何が本気かわからんけど。うん。1万円からスタートなんだ。もうそもそも。すご。なるほど。これ様子を見る意味あんのかな。一気に2万5千まで釣り上がった。えぐいえぐいえぐい。なるほどね。もう、でも3万5千まで一気に行っちゃう？行っちゃっていいんじゃない？どん。どうだ？ないか？やるなぁ。なんですって、なるほど。3万でもよかったかもしんないね。落とせました。おめでとう、負けちゃった、ということで。うん。こんな顔負けのせめぎ合ってもないけどね、そんなに。うん。サクサクしてくれたワカメはありがたくもらっていくよと。はい、どうぞ。
残りの、お、1万5000はくれるってことでよろしいか？うん。あ、くれた。お立ちんとして受け付けアーサマース。うん。なるほどね。他のセリで使ってもいいよって言われた。でも本日ラストって言ってたよ、さっき。うん。バイバーイ。おじさん、そっちじゃないよ、帰る道。あれ？なんかまあ、いっか。さあ、事務テスト合格です。事務テスト、セリで商品を勝ち取ろうって書いてたけど、なんか、受付の人からはね、最後渡すだけでいいって言われたんだけど、詐欺かな？うん。